偉大なるドン・ノストラ、我々の前に現れた男、ジャグラス・ジャグラー。あの時点で奴の本性を見抜いてさえいれば、このようなことに、この恨み腹さでおくべきか。気持ちは？お初にお目にかかります。私の名はジャグラー。あなたのやり方は人間の心の善悪を問う昔ながらのやり方です。時代はもっと進んでるんですよ。あんたの時代は終わりだ。同じ苦しみを味わえ、ジャグラス・ジャグラくれないかい。そんな物騒なもん振り回されたんじゃ見過ごせないんでね。何の真似だよ。君には関係のないことだ、邪魔するな。そんな暇があるなら、この星の雲行きについて考えたらどうだ。何だと？それにジャグラを野放しにして手を焼くのは君自身だぞ。あいにく手ならとっくに焼いてるよ。君のおかげで逃げられたじゃないか。まあいい、あの傷ならそう遠くには逃げられないだろうからな。やば、遅刻しちゃう。 あなたちょっと、もしもし、シン君？キャップ、大変です。円盤が出たんですよ。円盤？大変。でも今こっちも大変なの。キャップ、もしもし、キャップ、あれ、キャップがどうかしたの？いや、悲鳴のような声が聞こえて切れてしまいました。え？悲鳴？だってあいつバイトしない。はい、もしもし。あ、まあどうせキャップのことですから派手に転んだんじゃないですか。そうだ、もう大変した。
キャップまだバイト先に来てないって。おいシン、はい、ナオちゃんの居場所探知できる？あ、はい。スマートフォンの電源が入ってないようで GPS の座標がこのエリア一帯で途切れてます。おい、円盤が目撃された場所に近いな。もしかしたらこれってアブダクション、アブダクションされたんだよ。つまり誘拐されたということです。何すんのよ。とっととうせろ。でもこのままにしておけない。うるさい、俺に構う。ちょっと待ってて。お前勝手に動かないで、傷に触るから。何のつもりだ。だって怪我してる人を放っておけないじゃない。そうだ、誰か呼んでくるね。了解、引き続き警戒願いたい。どうでした？やはり円盤の情報が少なすぎてすぐに出動は無理そうだ。相変わらずビートル隊は腰が重いですね。みんな揃ってこんなところで何してんだ。ガイ君、超人気にした。キャップが円盤にアブダクションされたんだよ。あ、アブ？アブ？なんだアブ？誘拐されたってことだ。正確にはキャップが円盤の近くにいて現在連絡が取れなくなっているという状況からの推測なんですが、まあ要は円盤を見つければキャップも見つかるんじゃないかと思って探しに来たわけ。俺はお見つけ役、お前たちだけじゃ危険だからね。ああ、そうやって俺たち SSP の手柄を横取りしようとしてるんでしょう。なんだと。そうか、みんなが探してる円盤ってあれか。円盤が来た。シスター、行こう。おい、おい、お前たち危険だって言ったばっかりだろ。おい、おい。私が人間をさらったとでも言いたいのか。私の目的はジャグラーを倒すこと。他人の星に興味はない。だが邪魔をするなら君とて容赦はしない。理由はどうあれ、この星の平和を脅かそうというなら俺は戦う。どんな相手だろうとな。素晴らしい心構えだ。まさか君は本当に気づいていないのか。黄昏美しいこの星を覆わんとする暗雲に。どういう意味だ。話の途中で悪いが、円盤があの男を見つけたようだ。誰かと一緒にいるみたいだな。くれないがい、これは忠告だ。おとなしくしていろ。円盤が飛び回ってる。見つかるぞ。円盤から逃げてたのね。だからこんな傷を。ああ、俺も落ちぶれたもんだな。お前ごときに解放されるとはな。ねえ、聞いてもいいかな。ずっと気になってたんだけど、ガイさんとあなたってどういう関係なの？言いたくなかったら無理には。ガイより俺の方が勝っていた。え？かつて俺とガイは同じ勢力に身を置きながら腕を競い合ってお互いを高め合っていた。実力なら俺の方が上だった。だが光はあいつを選んだ。光はあいつを選んだ。光から見放された俺は銀河をさまよい、そして気がついた。闇こそが光に勝る力だということに。
俺に光など必要なかった。本当にそうなのかな。あなた私にこう言ったよね。お前はどこかで悲劇を望んでいる。闇を抱えてる。誰の心にも闇はある。闇があるからこそ光もある。闇を抱えてない人間に世界を照らすことはできない。私の中にもあなたと同じように闇が眠ってる。誰の心の中にも闇があって光があるならあなたの中にも眠ってるんじゃないかな。光があなただって本当は。ようやく見つけたぞジャグラ、潔く散れ。ここで死なれちゃもったいないんだね。おい、そこをどけ。地球人を巻き込むつもりはない。それは無理。何の真似だ。怪我してる人を見捨てるなんてできない。なぜかばう。そいつは正真正銘の極悪人なんだぞ。極悪人なんかじゃない。だって巻き込むつもりはないと言ったが、邪魔をするなら仕方がない。次は外さんぞ。カイさん、ギリギリ間に合った。切れないかい。邪魔をするな。私の忠告を忘れたのか。たった一人でも誰かの平和が脅かされるなら俺は戦う。こんな形になって残念だよウルトラマンオーブ。ジャックさん、ウルトラマンのジャック。ゼロさん、ウルトラマンゼロ。キレのいいやつ頼みます。フュージョンアップ、ウルトラマンオーブ、ハリケーンスラッシュ。光を超えて闇を切る、ウルトラマンオーブ。ドラマンオーブ許さん。オーブザガラス。宇宙人と戦ってるってことは、もしかしたらこの近くにキャップが。ちょっと待ってください、これ何ですかね。シーサ、これキャップだじゃない。やっぱり何かあったんですよ。おい、お前たち、ここ危険だからすぐ逃げろ。おお、さっきの円盤が。キャップ、待っててください。おい待て、お前たち、おい。Thank you.
を変えても無駄だ。なんと美しい。この夕日も闇に飲まれてしまうのか。これからも礼を言うぜ、オーブ。そうだ、お前にも感謝しないとな。どういうこと？俺をかばえば当然、復讐に燃えるメトロンはお前にも銃を向けることになる。そうすればあいつは必ず助けにやってくる。怪我してる人を放っておけないじゃない。告白人なんかじゃない。だって待てジャグラー。で、想定通り戦ってくれたわけ。私を騙してガイさんやオーブを利用したってこと。終わった男の身の上話を聞かされれば、お前みたいな女はイチコロさ。俺を必死でかばった場面は傑作だったぜ。最低。おかげでこの剣を取り返すことができた。最高の気分だ。じゃあね。キャップ、よかったです。大丈夫ですか？どうしたのじゃないよ。もうナムちゃんのこと心配してたんだよ。そうだよ、バイトにも行ってないし連絡もつかないし、キャップに何かあったんじゃないかと思って心配したんだから。余計な心配かけてごめん。あ、そうだキャップ、これ落とし物です。あ、そうだ。あ、バイトのことすっかり忘れてた。クビになったらどうしよう。生活費が、活動資金が。あ、でもジェッタ君、円盤の撮影に成功したんですよ。そうだそうだ。
途中でバッテリー切れてる。うわー、お前よ。おい、そんなことより一体何があったの。それは…おい、ああ、おう、ガイ君、早く帰ろうぜ、腹減っちまった。ガイさん、おい、もう一回見てみろ、見てみろ、ほら、それそれそれ。なんでいつも途中でバッテリー切れちゃうかな。こっちのセリフですよ。いや、ちゃんと充電はしてるんだよ。ほんとどっちだな、お前。もしかして、シンさん、夜なんか変なの撮ってるんじゃない。ちょっと、あいつ、何よ、こいつ危ないから、早く帰ろう、お前よ。この星の雲行きについて考えたらどうだ。この夕日は闇に飲まれてしまうのか。私の中にもあなたと同じように闇が眠ってる。この星の奥底にまだ闇の力が眠っていたとはね。え？光さんは光の国の優秀な科学者、ナイトビームブレードを華麗に使いこなす剣士でもあるんだ。そして今日の怪獣はメトロン星人。復讐のために帰ってきたメトロン星人タルデ。ラウンドランチャーの威力は侮れない。次回も見てくれよな。かつて倒したはずの怪獣ハイパーゼットンデスサイズ、そしてその出現に寄り添うように現れる謎の少女。怪獣復活の謎を解くにはまずこの少女の正体を探る必要がありそうだな。次回ウルトラマンオーブ、青いリボンの少女、銀河の光が我を呼ぶ。